はるきです。おはようございます。あかりです。今日は6日目朝アラモアナパークのマジックアイランドまで来てみました。後でここでドローン飛ばしてみたいと思います。こっちの方向にホノルル空港があって、ここは飛行のために許可取らないといけないところなんですけども、許可の取り方を含めてちょっと初めてですけどやってみたいと思います。反対側はワイキキの、ね、ビルがたくさん見える。みんなここでスキューバダイビングの練習してるみたいです。ドローン飛ばそうとしたんですけども、飛行許可の申請のアプリがちゃんと場所を認識してくれてなくて、なんか GPS がちょっと1キロぐらいずれたようなところを示しててうまく できませんでしたということでちょっと諦めようと思います。ご飯食べに行きます。もう11時ぐらいになってます。まだ何も食べてません。もうお腹が空いてます。それはなんか夜来た方がいいね。うん、トリュフラーメン。ベジタリアンだ。インディーガール、ベジタリアンのあれです。ピッツァはあそこにある。でも昨日の夜ピッツァ食べたのか。ライスプレートっていうの。それじゃあ一個買ってみれば二人で食べられるかな。どれにする？ビーフコフタケバブ。あとフローズンリモナナって買ってみよう。リトルラファーっていうお店です。フローズンリモナナはなかった。残念。インターナショナルマーケットプレイスの1階のストリートっていうフードホールの、リトルラファっていうお店で注文したランチです。グリーク料理。ライスプレート。ライスプレートって書いてある。色がすごく綺麗だね。黄色いサフランライスの上です。このピンク色のはオニオン。多分オニオンかな。それでなんか肉のチョイスがチキンとビーフともう一つベジタリアン。サーモンもあった、これはビーフです。結構美味しそう、でも結構いい値段してるよね。16ドルだもんね。マルカメうどん昼から並んでます。いつも並んでるよね。ここもいつか来ないといけない。これ来ないといけない。はい、昼ご飯食べ終わったんでこれからコーヒー飲みに行きます。これだと思う。リザーブって書いてある。はい、ドアにアーって書いてある。このスターバックス行ってみたいと思います。スターバックスリザーブバーっていうやつ。R のマークがついてる。なんか
リザーブマークでちょっと違う入れ物に入ってる、うん、いいセット。これとか飲んだよね、このシアトルのやつ、うん、ケニアとか、ケニアって飲んだよね。こんなカップとかもある。そうそうそう、あそこもっとさ、ちっちゃいさ、カップで、うん、あとほら、これがトートバッグ。パイナップルジュースっぽい味する、ね、パイナップルジュースだけど、コーヒーの味、うん、コーヒーの味、甘くて美味しい。これプラスチックのカップで、これなんか他のとこれこのも捨てないで使えるよね、多分。そうだよね、いいよね、お土産にいいんじゃない、うん、これお土産にいいかもしれないお土産にしたら失礼だけど、でも記念に取っておけると思う。三輪に来てます。はい、三輪です。さっきのだとちょっと足りないんで、もう少しなんか食べるもの買おうと思います。昼来るとすごいお弁当とかたくさんあるね、うん、お寿司そういうのはあんまり食べるんだったらあれじゃないの。あれ1個買ってみる、うん、あれ1個買ってみる。なんか買ってみようか。卵乗ってるやつとかある。アボカド付きもある。すごいね、これ1個でいいんじゃない。これサイズが随分大きいよ。これそうだね、これ1個だと $2.19。すごい安い。この蜜はいいね。うん、シアトルにできればよかったのにね。5人乗れるんだ。すごい近くで見ると大きいね。うん、ちょっと曇ってるね。反対側はココヘッドです。さすがにこの時間だと全然並んでない、ね、今何時？今もう2時半ぐらいじゃない？違う、1時57分。はい、穴馬部屋に来ました。それで去年の10月に来たんで、チケットを買ったところの裏側のところのインフォメーションのところで名前言うとこのハンコをしてくれます。これでオリエンテーションを見ないで入れます。名前言うとなんかデータベースに全部入ってるんですよね。10月10日に来たって言ってたもんね。名字しか言ってないのに下の名前も全部分かってたから、ちゃんと記録されてるみたい。うん、楽しみにしてたんだけど、ちょっと曇ってる、うん、
なんか岩がいっぱいあって入れてる。暇になってないね、うん、場所が良くない、うん、やっぱり向こう側なんだ。誰かが石集めてアロハって書いた。そろそろ帰ろうと思います。帰ってこれから晩御飯です。次はいつ来るかね。またすぐ来たい。また半年くらい先だね。浜まで、うん、にもう一回来たい。ハワイにいるうちに。ハワイに今回いるうちに、うん。一番端っこのところにあれハワイアンモンクシーだよね、うん、パパ見に行きたい。ハワイアンモンクシールです。はい、じゃあちょっと一緒に写ってみます。気持ちよさそうに寝てるね。うん、川に行った時はもっと近くまで近寄れたんだよね。ここはなんか結構離れたところにコーンが置いてあって、うん、たまに動くけどでもずっと寝てるんだよね、ああやって。うん、はい、6日の夕方晩ご飯食べに行きます。今日も満員だ。あ、ニューモーエキサイティングマルカメルトンイスカミングスルー、どっか新しい店ができるの。それじゃあこれから並びます。どれぐらいで入れるでしょう。これ車で走るとここで並んでるのが常に見えるからね、宣伝効果あるよね。美味しそうなのカボシャか。あっちじゃない。温玉のコールドとぶっかけのコールド、あと天ぷら。この間とほとんど同じ。あっという間に食べ終わりました。それからホテル帰ってホールフーズに行こうと思います。雨とか降ってないけどちょっと嵐みたいな感じ。ホールフーズ行く前にターゲットに寄ってきます。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight, dripping light.